今日は僕はもう10代の可愛い、可愛がったり可愛がられたりしてる後輩を呼んで紹介します。杉本龍二、名字が一緒で、よく兄弟って言われるんですけど、いや顔見たら分かるやんって言うんですけど、2人の出会いは俺が東京ベルディにレンタル移籍してた8年、9年ぐらい前ですけど、動画前じゃないアイドル前ですね。で、その次がフロンターレだったんで、家が違ってよく一緒でいました。お互いの第一印象で泣きそうですね。なんかそういうやつ嫌いじゃないかな。最初でもそんなに喋ってなかった。喋ってたっけ？喋ってた。結構。勇気の方がいたじゃないですか。ああ、そうそう。その時小林勇気って今ベルギーでやってる。同い年で、まあ勇気ともすごい仲良くて、最初僕の勇気でずっと過ごしてもらったんですけど、勇気とリュウジが仲良かった。リュウジのプレイヤーとしては印象どんな感じだったんですか？プレイヤーとしては、なんか個人的にはすごい好きなプレイスタイル、結構ガツガツいって、ガツあるプレイヤーで、何でも仕掛けていく、でもこいつも若かったから、結構、ちょっとヤンキー気質なんですよ。あの時は若かったから、多分もうちょっとこう、なんていうの、気張ってたというか、それがちょっとかっこいいと思ってたから、俺もあったんですよ。そういう年だったんで、普通に何かね、帰れとか言われたら、だって、あ、帰りますみたいな、お前好きな選手とかおるみたいな言って聞いたら、バルテリ好きっすね、その時バルテリすごい荒れてて、もうすごい問題だったんですよ。バルテリ好きなんだよ。しかもプレイじゃないですよ、あの感じが好きなんですよ。何やねんお前って言ってて、その次の練習でこいつ、その時監督が川勝さんっていうめちゃくちゃ怖い監督だったんですよ。その川勝さんにちょっと変なプレーしてたから、お前もそんなプレーするのかよって、お前ちょっと怖いみたいな、こうね、ちょっと怖いって言われて、それ言ってる、俺もうほんま今でも鮮明に覚えてんだけど、言ってる歩き方がこんな感じで歩いてんねんな。こんな感じで歩いてんねんって言ってる、言ってる、こいつ言ってる、言ってると思って、で、でもこんな感じでパーッみたいな感じで言って、でお前なんか何やったの、カヤタみたいな、パーッますとか言って、それをポーッてこうやって言って、じゃあこいつみたいな。オリンピックなんでめっちゃおもろい話がある。しかもその日、その日に俺ら音楽パソコンにあれ流して歌って込めたり、早話してもらっていいですか？まあ真面目な話すると、俺がセレッソで試合に出てなくて、まあ開幕に試合には出てなくて、俺試合出たかったから、でもそのセレッソにオリンピック選ばれる選手が3人いて、1チームから3人しか行かれへんっていう枠があって、なんかそれ俺はオリンピックに出るためにベルディに行ったみたいな感じのことをすごい記事とか言われてたんで、俺はそんな全く関係なくて、別にシンプルに自分成長したし、俺は試合に出たいっていう気持ちでベルディからオファーもらって、すぐベルディに行ったんですけど、試合に出れるようになって、まあちょっとずつ結果も残せるようになってっていうところでオリンピックのタイミングだったんですよ。でまあ予選もほとんど行ってこなくなかったし、まあないやろと正直思ってて、オリンピックのメンバー発表する1週間前の試合に、オリンピックの当時の監督の関口さんが見に来てて、それが一発決めた、ヘディングでパッと決めて、まあでもそれでもないやろな、まあそれでもまあないやろなと思ってて、でも心の隅ではちょっとまあ 1% ぐらいちょっとまあ期待してる自分もおったりして、でまあ1週間後に発表やって、まあ別にもうあんま発表の時とか全然気にしてなくて、でこういうリュウジと発表の前日の夜、俺の家で普通に飯食ってて、
次の日は多分休みやったの、なんか休みやったから結構ゆっくり寝て、昼前ぐらいまで寝てて、で俺がさっき起きてパッて携帯見たら、そのオリンピックの発表の日やったの。それをもうあんま気にしてなかった。でパッて携帯見たらめちゃくちゃ連絡来てるんですよ。でえって思って、そういえば今日発表の日やと思って、パッて見たらめっちゃ連絡来てて、まさかないやんって、飛びたら俺が入ってたんですよ。うわーってなって、ぐるーって言って、どうしたんすかって言って、やばい、えぐいこと起きたんで、みなさんなっすよ、オリンピック選ばれた、うわーって言って、もう2人で叫んで、やったっすって、そう、もう今でも鮮明に覚えてるから。リュウジから見てさ、ケンユーのここは直してほしいみたいな。サッカーの話とかになったらすごい真剣に聞いてくれるし、もう今までも何回も言いますけど、恋愛の話になると一気に、いやそれはそうなんですけどっていうことを言ってくれる。まあ振られ、例えばですけど、振られて落ち込んでます、いやちょっと振られちゃいましたみたいなことをケンさんに言うじゃないですか。もうしゃあないやん、女の子いくらでもいるよみたいな、慰めてくれるんですけど、なんかそれはそうなんだよっていう。恋愛もせずのめり込みすぎるのさ、離れるときすごい存在になって気づく瞬間、めっちゃ寂しい気持ちになる。わかるもん、お前。でもそこに関しては、でも僕のは絶対わかります。お前だって振られてくるからもん。やることはありますけど、たまには。デレリンで練習中とかも、練習してたら、ちょっと上手いプレーとかしたら、うわ、すげえ、うわ、すげえとか言うの、こいつ。ちっちゃいの。うわ、すげえとか言うねん。俺もさ、練習中笑いそうだよ、マジで。ちょくってんのかなみたいな。難しいっすよね。なんか、いろんな選手見るじゃないですか。ずっと同じクラブに続けて引退する選手もいるし、いろいろいろ移籍する選手もいるし、どういうサッカー人生を自分が望んで、ね、やっていくのがいいのかなって思います。まあでも、分からんよ、自分の理想はあるけど。最近さ、チーム分かり合いだとかさ、良かった面とかなんか。福島に関してはもう、性格がガラッと変わるとか、天の都っていう言葉は、改めて良かったよ。終わってました。お前もう無理言うてたよ。やめてください。徳島の時どんな生活してたんじゃ。本当にやることですサッカーしかない。いやその環境ってでもめっちゃいいと思う。俺だってさ、ベルディの時さ、まあもちろん若かったけど、サッカーしか頭になかった。まあそれがいいか悪いかっていうのはまた置いといて、すごいサッカーの費やす時間っていうのが今でこそすごい増えたけど、若い時とかにいろんな誘惑があったりするので、そこにほんまにこう費やす、例えばこう自分の体にお金かけられて、その若い時からそれができるってなかなか、なんかあんまり今でこそいるけど走ってするのなかった。結構大阪と徳島の時もたまにちょいちょいは会ってたし、俺は徳島に行ったので、ああでもいっか、お前には会いに行ってないですね。温泉があって会いに行ってないよ、徳島行ったのに。いやその時まだ徳島おらんかった。同じ職業をしてて、まあ、何でも話してる。サッカー終わってからじゃないけど、サッカー終わってからの方が、
にかかってできたらいいと思います。まあ、ずっと、まあ、死ぬまで一緒なんですね。でも、リュウジも、まあ、移籍してきたばかりで、まあ、去年優勝したマリノスに移籍したということで、すごく競争も激しいですし、まあ、そこでポジションをつかみ取るっていうのは並大抵の努力じゃできないと思うので、まあ、リュウジも頑張ってほしいですし、僕も負けないように、まあ、2人でこう自分に厳しくというか、お互い厳しくやっていきたいなと。よろしくお願いします。短っ。 OK。